こんにちは、B レジェンド田中です。今回は体を強化する究極の種目スクワットについて解説したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。皆さんはトレーニングでスクワットはされてますか？まあ、スクワットというのはですね、トレーニングの王様と言われるぐらい全身強化できるいい種目だと言われています。特にね、ターゲットとして鍛える部位としては太ももの前、大腿四頭筋、ももの裏、ハムストリング、またお尻ですね、臀筋群がメインのターゲットになる種目だと思います。私自身もスクワットは日頃行っているんですが、生涯1種目しかできない場合何を選ぶと言われたら、私はスクワットを選びます。そのぐらい私自身もスクワットは一番いい種目だと思っている種目になります。しかしですね、最高のトレーニングと言われるゆえんはですね、下半身のトレーニングだけじゃなくて肩の位置ですね、この位置でバーベルを担ぐので、ある程度重量をこなせる種目でもあるので、脊柱起立筋ですね、あと腹筋ですね、腹筋も鍛えられるし、足幅を広くすれば内転筋とかですね、その辺も鍛えられますね。なので胸、背中とかはもちろんそんなに鍛えられないんですけど、姿勢を維持する全身の筋肉と下半身を鍛えられるというところで、全身が鍛えられる最強種目と言われていると思います。ラグビー、サッカーなどのコンタクトスポーツや、球技ですね、野球など、また格闘技においても下半身を使う、体幹を使うっていう動作は基本的に大事な動きになるし、それに関わる筋力っていうのは強い方がもちろんいいと考えられますので、スポーツ競技においても良い種目だと思いますし、下半身が鍛えられて全身が鍛えられるので、体力強化だけじゃなくてダイエットにも特におすすめの種目だと思います。この最強種目のスクワットなのですが、一度にいろいろな筋肉を鍛えられるっていうところは大きなメリットにもなるのですが、同時にデメリットも存在するので知っておいてください。足のトレーニングとしてスクワットを行うという時にですね、全身を使うので足以外がボトルネックになってしまう、弱点の大きな要素の一つになってしまって、足のトレーニングが不十分なのにスクワットのセットを終わってしまう、疲労して終わってしまうというケースがあります。例えば背中がそんなに強くない方だと、また背中を多く使いすぎてしまう方だと、足が疲れ切ってしまう前に背中が疲れ切ってスクワットを終わるという場合が発生します。また背中に疲労がたまることで腰が痛いからスクワットができないという方も多いかと思います。なので足を集中して鍛えたいのに腰や背中などが弱点になってしまって、足を十分追い込めないということが発生するのが全身を鍛えられるがゆえの弱点だと思います。その場合は背もたれのあるハックスクワット、レッグエクステンション、レッグカール、いろいろなマシーンで足のトレーニングに対してアプローチしていくっていうのが一つの選択肢になってくるかと思います。代謝を上げたいっていう場合は、私の場合はスクワットなのですが、ボディービルやクラシックフィジークなど体のラインを出したい場合はスクワットだけじゃなくてマシンを活用していくのが良いかと思います。また多くの筋肉を使うという特性があるので、スクワットの動作中に骨格とか筋肉のつき方にもよるんですが、ある筋肉は多く使ってある筋肉はあまり使わないというバランスの悪さもどうしても発生してしまう弱点があります。筋肉のつき方だけじゃなくてですね、筋肉の起始停止部位の炎症であったりとか、関節の炎症なども使い方の癖があるがゆえにダメージが起きてしまう、怪我につながってしまうということももちろんあります。特にスクワットは重い重量をこなせる種目なので、関節や筋肉への負担は大きくなります。またスクワットのボトムポジションというのはですね、一番筋肉に対しても負荷がかかるんですが、関節に対しても位置的に負担が大きくなる場所というところの特徴があるので、特にスクワットの場合はやり方次第ではやっぱ怪我につながってしまうというデメリットも存在します。私の場合はスクワットを行うときは、体の作り的にですね、股関節で重りを受ける方が重量がこなせるので、どうしても高重量になってくるとですね、特にボトムポジションで股関節に違和感が発生してしまうという弱点があります。なので得意なフォームのスクワットをやるだけじゃなくて、太ももの前に負荷が寄るようにフォーカスしたスクワットをちょっと軽めにして導入したり、マシンで筋肉のバランスを取ったりというアプローチを行うようにしています。このような調整を行う際にもある程度の専門的な知識が必要になってきます。
きますので、まあ、この辺の難しさもスクワットのデメリットになってくるかと思います。まあ、スクワットという一種目だけで、まあ、下半身だけではなくて背中腹筋も鍛えられる、まあ、全身鍛えられる良い種目というスクワットの良さはあるんですが、やはりこう負荷のかかり方の特徴であったりとか、フォームの難しさ、またそれを補う種目のチョイスなどはある程度専門性がいるっていう難しさもあります。なので、まあ、スクワットをベースにしながら、まあ、スクワットの特徴もある程度理解した上で、まあ、必要な補助種目と組み合わせながらスクワットを行っていくのが良いかと私自身は考えています。まあ、私自身の生涯の目標としてはですね、パーソナルトレーニングに来ていただける方にもお伝えしてるんですが、まあ、死ぬ前日までできればスクワットやれてたらいいなというのが、まあ、私のしょっちゅう考えてることで、まあ、それだけメリットもあるし、できるだけの体力とかも維持していきたいっていうのが、まあ、根底にありますので、まあ、デメリットもありつつですけど、スクワットはまあ積極的に取り入れながら日々健康に過ごしていただければと思いますので、ぜひスクワットいろいろ考えながらやっていきましょう。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。